ランスへの旅、または黄金のゆり作宿。ランスへの旅、または黄金のゆり作宿、イール・ビアッジョ、エーランスを仕合えるアルベールゴ・デルジリオ・道路は、1825年に、挙行されたフランス国王シャルル10世の体冠式のために、ジョアキーノ・ロシーニによって作曲された全一幕のドラマジョ構想である。初演は、カンター・タ形式で行われたため、 劇的カンタータと呼ばれることもある。通常、ランスへの旅とだけ表記される。1825年のシャルル10世の戴冠式のため、パリ中の劇場が戴冠式とフランスの栄光を称えた作品を上演することを計画していたが、当時イタリア劇場の音楽監督に就任していたロッシーにも例外で測った。彼の戴冠式を記念して、 新国王とブルボン家の復興性を称えるためにこの作品の作曲に着手したのだった。なお、歴代のフランス国王の戴冠式は、ランスの大聖堂で行われてきたが、シャルル十世の戴冠式が結局は、ランスで行われた最後のものになった。現在、ランスの東急殿には、この時の戴冠式で使われた品々ナナなどが展示されている。こうして、 フランスの保養地プロムピエールにあるホテル、黄金の百合、フランス国王の紋章はフルールドリス、すなわち青地に金色の百合の花を舞台にして、戴冠式を見に来たヨーロッパ各国の人々が1825年5月28日、これは、シャルル10世の戴冠式の前日に繰り広げる、たわいのないドタバタコメディが完成したのである。完成した作品は、 大冠式で盛り上がる1825年6月19日にパリのサン・ルーボア劇場で初演されジュディッタ・パスタをはじめとする当時パリで活躍していた最高のベルカント歌手ばかりがヤステングされたことと題材のタイムリーさで大成功を収めたこの作品を表して作家スタンダールがロッシーニの最も優れた音楽と呼ぶほどであったしかし式の熱狂が去ると この期間限定の作品は劇場のレパートリーから消え、作品の楽譜もロッシーニ自身によって回収され、そのメロディーの一部がオリー・ハクシャク1828年初演に転された。そしていつしか楽譜も参逸し、この作品が上演されることはなかった。1970年代後半からロッシーニルネサンスと呼ばれるロッシーニ再評価の動きに伴い、 散逸していた、ランスへの旅の楽譜の復元が行われた。この復元のためヨーロッパ中から、ロッシーニの直筆譜が集められ、慎重な研究によってなされた。こうして復元された作品は、1984年に、ロッシーニの故郷ペーザロのロッシーニフェスティバルで、ロッシーニルネサンスの立役者の一人、クラウディオ・アバドによって実に、約150年ぶりに演され、 同時にドイツグラモフォンによって世界初の録音も行われた。その後、この作品はアバドによってミラノスカラザやウィーン国立歌劇場でも取り上げられ、1992年10月にはベルリンフィルでアバドの指揮にシルビア・マクネアー、ルッチェロ・ライモンディといった豪華キャストで上演され、大成功を収めている。以下の記述は1992年10月に 行われたベルリンフィルのランスへの旅、ソニークラシカルから発売の CD を参考にした。プロンピエールにあるホテル、黄金の百合では、朝から国王の戴冠式に向かう、人々の世話に、お神のコルテーゼップ人や、女中頭のマッダレーナ、防衛長のアントニオもお笑らわである。ホテルのドクタードン・プルデンツィオも、食事の混立てまで気を使う熱の入れよう。これも、 体冠式を見るために集まった各国の貴族たちにホテルの名を売るためである。そこへホルヌビル伯爵夫人がやってくる。流行に目がない彼女は今度の体冠式のために流行の衣装をたくさん用意しているけどまだ届かないのと駒遣いのモデスティーナに催促している。するとそこに夫人の重邸のルイジーノが馬車の事故であなたの衣装はダメになったと告げる。 あまりのことに失神する夫人。助けを呼ぶルイジーノの声に、ドンプルデンチを、トロムボノク男爵もやってくるが、騒ぐだけで役には立たない。そこへモデスティーナが、帽子だけは無事でしたと流行の帽子が入った思って、来る。それを聞いた夫人は、神様ありがとう。と言って立ち直る。この様子に、他の面々は呆れる。一同が、トロムボノク男爵を残して退場すると、 男爵はアントニオを呼び止めて、チェックアウトする時の支払いについて相談する。男爵は、このランスにやってきた人々の中で会計係を任されている。アントニオが去ると男爵は、ホルノビルプ人の帽子騒ぎを、この世は、おかしな人間の入った大きな檻と形容して退場。男爵の退場後、骨頭マニアのドン・プロフォンド。 スペインの帝徳ドン・アルバーロとイタリアの将軍の未亡人で、ポーランド出身のメディベア公爵夫人、そしてロシアのリーベンスコフ伯爵がやってくる。ドン・アルバーロとリーベンスコフ伯爵はメディベア夫人をめぐって恋の火花を散らしている。今日も夫人のエスコートを誰がやるのかで揉めている。騒ぎを聞きつけてコロテーゼ夫人もやってくるが止めようがない。二人の喧嘩が、 一触即発の状態になろうとしたとき、ローマの女流詩人、コリンナの奏でる、建との美しいアリアが響く。コリンナの、私は望みます。人々の心に、同胞愛が行き渡ることをと歌うと、揉めていた一同も心を和ませ、コルテーゼプ人を残して退場。コルテーゼプ人が、従者のジェルソミーノを待っていると、コリンナを密かに愛するイギリスのシドニー教が、 たくさんの花束を持って登場。彼は彼女の部屋の前に匿名で花束を送っているが、コリンナに思いを告げられずにいる。今日も花束だけを置いて、どうして彼女を知ってしまったんだろうとため息をついている。そこへ骨董マニアのドン・プロフォンドが現れ、英国の方、フィンガルの剣とアーサー王の鎧、そしてサクソンのアルフレッド大王の剣はどこで手に入ります と今日に聞く。何考えているんだこの男、と思いながら今日が去ろうとすると、骨董マニアはなおも食い下がる。うんざりしたシドニー鏡は、博物館でも探すんですねと言って立ち去る。コリンナが登場して、シドニー鏡が送った花をめでていると、コリンナに目をつけている色男キッシュベルフィオールが、やってきて、あなたは僕の理想の女性とコリンナに迫る。 しかし彼女は、あなたのような人にはあざけりと下げすみを引き起こすばかり、と言って拒否して退場。ベルフィオールも後を追って出ていく。この様子を見ていたドン・プロフォンドは、ああ面白かった、あの色男殿は。と呟き、登場人物たちのお宝目録を作る。スペイン人のお宝は、家系図に十字架、ペルーさんの大きな真珠。ポーランドのご婦人は、色いつけの豪華盆。 フランスのご婦人は、リボンとレース。ドイツの男爵はギリシャ語の論文に楽譜と、ホルンとトロンボーン。イギリス人は旅行機、中国産のお茶、手形、権利の商店。フランスの騎士伝は、リトグラフと F で、エフロシア人は、地図帳と黒点の毛皮、と一人で夢中になっている。そこへ、ホルノビルップ人が、騎士はイルフヨールを探しに来る。 彼の行き先を聞かれたドン・プロフォンドは思わず、彼なら詩を読んでましたというと、夫人はあの浮気者、例の女詩人と一緒ね、と怒り狂う。そこへ、ドン・アルバーロ、リーベンスコフ伯爵、トロム・ボーノク・男爵がやってくる。恐ろしい災難が、と叫ぶと、騒ぎを聞きつけた他の登場人物たち全員が集まってくる。全員で何があったのか尋ねると、ダ爵は、 馬を一頭も確保できない。我々は残念ながら、ランスに行けませんという。思わぬ事態に、一度騒然となっているところに、コルテーセプ人が、夫の手紙を持ってやってくる。手紙には、国王様は数日中に、パリに戻られ、そこでも、大冠式をすると書かれている。これを聞いて、ホルノビルプ人が、パリならここから、乗り合い馬車が出ているから安心です。 それに、パリでは、私の屋敷に、皆様をご招待します。明日にでも出発しましょうというと、一同賛成する。では、お預かりした皆様のお金はどうしますというトロムボのノク男尺に、ドンプロフォンドは、大宴会をしまして使いましょうと、ことと、リーベンスコフ伯爵も、その残りは困っている人にと言い、全員が賛成する。宴会の準備を任されたコルテーゼ夫人は、 大喜びで準備にかかる。一同がメリベア夫人とリーベンスコフ伯爵、トロムボノク男爵を残して去ると、夫人と伯爵はドンアルバールをめぐって言い争うが、男爵の仲裁で仲直りし、伯爵は夫人に求婚する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。